映存等五輪島は、主に供養島、墓として使われる島の一種。五輪外葉とも呼ばれる。一説に、五輪島の形はインドが発祥と言われ、本来シャリを入れる容器として使われていたと言われるが、インドや中国、朝鮮に異物は存在しない。日本では、平安時代末期から、供養島、供養母として多く見られるようになる。このため現在では、 経典の記述に基づき、日本で考案されたものとの考えが有力である。教理の上では、方形の地輪、円形の水輪、三角の下輪、半月型の風輪、断形の空輪からなり、仏教でいう地水化風空の五代を表すものとする。石像では、平安後期以来日本石塔の主流として流行した。五輪塔の形式は、石像では、下から、地輪は、 方形、水輪は、旧径、花林は、宝行屋根型、風輪は、半球形、空林は、宝珠型によって表される。密教系の塔で、格は四方に四門の凡字を表したものが多い。しかし、早くから宗派を超えて用いられた。石像のものは、石像美術の一分野として、重要な位置を占める。船型後輩に掘られた、五輪刀立体化された、 五輪刀の材質は、石像のものが主体をなし、安山岩や加工岩が多く使われている。古いものには、業界岩のものが見られる。他に、木製、金属製、鉱物製、陶製、土製の塔もある。五輪刀は、下から四角、丸、三角、半丸、上の尖った丸、または尖っていない団子型を積み上げた形に作られる。制作された時代、 時期、用途によって形態が変化するのが特徴である。石像のものは変化に富んでおり、例えば、鎌倉時代に多く作られた鎌倉型五輪刀と呼ばれるもの、一つの石から掘り出された小柄な一国五輪刀、花輪の形が三角錐の三角五輪刀、地輪の部分が長い超速五輪刀、花輪の薄い京都型五輪刀と呼ばれるものなどがある。 京都鉱山寺の妙へ商人の平等内にある五輪塔の花輪には、反りがなくの木口も、わずかに面を取る程度の珍しいもの。石像五輪塔の花輪は、三角とするものの、屋根面との木に沿り、そして厚いの木口を持ちあたかも屋根のように造形するのが一般的である。ただし、宝塔のお傘によく見られる胸瓦やの裏のたる木の作り出しは決して見られない。また、 イタビや船型後輩に掘られたものや、魔害物として掘られたものもあり、浮き彫りや、全国のものもある。石像カリンには稀に、噛み合わせ式のものが見られる。これは普通は、カリンの上部を作兵した上に風鈴を乗せるのに対し、あたかもカリンの先端を風鈴に突き刺したかように一体化したものであり、代表例として、高野三世南院五輪塔が挙げられる。また古い五輪島では、 カリンの上部に相当の屋根のようにロバンを刻み出すものがある。経典によれば、五輪はそれぞれ色を持ち、地輪は木、水輪は白、カリンは赤、風輪は黒、そして空輪はすべての色を含むとされ、木造五輪塔の中には、こうした着彩が施されたものがしばしば見られる。特殊な例としては、一般的に塔馬や外馬と呼ばれる木製の板塔馬や、角中の外馬も、 五輪刀の形態を持つが、五輪刀とは言わず、単に刀馬や外刃という。外刃はインドにおける仏舎利を収めたストーパの中国における漢字による当て字で、日本では略して、刀馬や刀もと言われる。ただ、刀は近現代の一般的な刀の意味との混同があるため、現代では仏刀という場合が多い。つまり、五輪刀の形イコール仏刀のように扱われている。 木星の核柱の外場は、石像の墓を作るまでの仮の墓として使われることも多い。五輪島は、下から、方形イコール自輪、円形イコール水輪、三角形イコール下輪、半月型イコール風輪、方射型または弾型イコール空輪によって構成され、古代インドにおいて、宇宙の構成要素、元素と考えられた古代を象徴する。これらは、 大日系などの経典に現れる密教の思想の影響が強い。それぞれの部位に、下から、地、水、火、風、空の凡事による種子を刻むことが多い。四方に種子を刻む場合は4点。例えば、自輪に刻むア穴アン暗悪という具合に、刻む方角によって変化する。種子は、密教の神言でもあるのでしたから読む。宗派によって、天台宗。 日蓮集では、上から明、妙、法、蓮、花、京の五字が、浄土集では、上から、南、無、亜美、田、二つの文字が、前集では、下から、地、水、火、風、空の漢字五文字が刻まれる場合もあるが、周波を問わず、趣旨を彫ることも多い。日蓮昇集では必ず上から、妙、法、蓮、花、京の五字を刻む。また、趣旨や、 文字のない五輪刀も多く存在する。木製の板刀場も五輪刀の形態を持つ。これには表に、下から地、地水、火、風、空の凡字による趣旨を、裏には仏教の知恵を表す、金合会の大日如来の趣旨版を凡字で書くことが多い。木製には他に、拡柱の外場もあり、神言や念仏が書かれることが多い。 公開記念島岩船寺島五大思想は元来インドにあった思想で五輪島の成立にはインド思想を構築し直した密教の影響が色濃く見られる。インドや中国、朝鮮に五輪島造形物は現存しないところから五輪島の造流が始まったのは平安時代後半頃の日本においてと考えられている。大日系の解釈書である大日系書や全無意。 尊称仏帳、おさむゆが放棄儀などには五輪刀図が現れるが、これは日本において書写されるうちに登場に書き直されたもので、本来は五代がそれぞれ単独バラバラに描かれていた。これからも五輪刀が日本において初めて成立したと推定できる。また、桃山時代の文献でしか知られていないが、第五次元公院の一種率には、 王徳二年七月名の高さ一尺ほどの銅製の三角五輪塔が収められていた。内部に遺骨が収められていたという、この塔は今も一支別の中にあるはずで、これが今のところ年代が確かな立体的造形物としては最古の例と考えられる。実際に確認できる石像五輪塔では、奈良春日山石窟仏美社門店持ち物透明や、 岩手県平泉町、中村寺願い上樹院の有形五輪塔、道町、中村寺釈尊院の五輪塔の記念名、大分県薄木の中岡大東名などが最古例である。丸川長島に解き出された五輪塔も平安期にしばしば見られその最古の例として、保安三年創建の保祥時の例が挙げられる。また、天陽元年創建にかかると考えられる。 極楽寺の京塚からは、陶製の五輪塔が発掘されている。金属に残された例では、兵庫県、徳章寺の盆章名に出された五輪塔像がある。絵画では、平野清盛県老の平家の右京の箱蓋に描かれたものや平安末期鎌倉初期に描かれた楽器造紙が古い例として知られている。木製のもので、在名最古の五輪塔は、 京都市佐京区久田の志古淵神社像の久田の五輪塔で高さ29.3センチメートルと小型だが平治元年12月9日の年などが牧書されている木製五輪塔はしばしば仏像体内から発見され特に運慶ないしその弟子による作品に発見されることが多い近年海外流出が心配されて 騒ぎになった運慶作の新旅園大日に由来座像の体内にも木星五輪塔が収められていることが X 線調査の結果わかっている。石像五輪塔が一般的に造留されるようになったのは鎌倉時代以降で以後室町時代、江戸時代を経て現在に至るまで供養塔や墓碑として造塔され続けており現存するもの以外に考古遺物として出土するものがある。 初期の五輪塔の普及の要因としては、高野清による肝心の影響と言われる。平安末期に五輪くじめ秘密尺を表した里芝のもとは、高野清と言われる。高野清による五輪塔による具体的な肝心としては、五輪塔の形をした小さな木の外葉に、異髪や葉などを縛り寺に集め供養する。新聞、立衆の総映像や、認証も、 五輪島の普及に関わったとされる。鎌倉時代の奈良東大寺再建にあたり、長元に招かれ、僧より日本に渡り、日本に石の加工技術を伝え、後に日本に帰化した石大工業行末の子孫で、伊波と言われる石膏集団や、認証とともに、関東へ渡った伊波の分派大蔵派と言われる石膏集団が、僧伝来の高度な技術で石塔などの政策を、 行った。それまで、加工の容易な業界岩を使った石像五輪塔が一般的だったのに対し、鎌倉期以降加工岩など、硬質の石材を使ったものが多くなるのはこのためと考えられる。伊波や大倉派が中心になり、鎌倉時代以降に作られた五輪塔の形を後に鎌倉型という。また自輪を蹴る。 基礎石の上面に返し花座を刻み出したものを山和式と呼び、これは山和地方から山城南部編に鎌倉末期から南北長期にかけての夕品が残る。代表的なものには、遠間北墓五輪島、岩清水、八幡宮にある公海記念島や安泉寺島などがある。三角五輪島では、奈良市三笠霊園内の馬墓五輪島がある。 モダンな現代の五輪刀仏教で言う塔とは、ストーパとして、仏通車と同じような意義を持っている。しかし、小規模な五輪刀や法教院刀、多方刀は当初から供養塔や供養墓として作られたのであろう。中世の一部五輪刀には、自輪内部に遺骨刀を収めたものが現存する。また、供養刀、供養墓としての五輪刀は、全国各地に存在し、 集落の裏山の森林内に中世のバラバラになった五輪塔が類々と転がっていたり渦漏れていたりすることも稀ではない。現在多くの墓地で見られるような四角い墓は江戸中期頃からの造留であるが現在でも多くの墓地や寺院で一般的に五輪塔は見ることができる。里市湾は経典の記述に基づき五輪を人の五体になぞらいた図を残している。 これが入場の姿と解されて、母党や供養党として多用されたものと考えられる。五輪駆自名秘密尺の挿絵に、五輪党を合成各版著作の五輪駆自名秘密尺とは、五輪つまりあばらかきゃと、九字つまりオンアミリタ、訂正からうーんとの、アキラつまり、神言についての秘密尺つまり、密教的解釈という意味である。五輪駆自名秘密尺には、 太蔵界曼荼羅の解釈から、阿弥陀仏の極楽浄土と大日如来の密言浄土は、本質的には同じものであり、釈迦や、弥勒菩薩、ヒシャナフッツなど、他のフッツやそれぞれの浄土も、本質的には同じものであり、王と即浄と促進浄物も、本質的には同じものと書かれている。それは、五輪頭が宗派を超えて浄物できる仏頭であることを意味する。 五輪塔の円形イコール水輪は、太蔵界の大日如来の印を表し、三角形イコール下輪は、混合界の大日如来の印を表している。これは、五輪塔が五代に加え、空海が促進成仏義に書いた、式台をも合わせ持つ六代の意味を持つということである。式台とは、二つと一体になることを意味し、成仏することを意味する。二つの印を結ぶということはまた、 五輪刀が混合会と大蔵会の二つの曼羅を合わせ持つ立体曼羅であることをも意味する。また、五輪刀は成仏するための三つの行い密教の三、密を合わせ持つ。三密には、密、口蜜、異蜜密がある耳蜜イコール種に印を結ぶ。五輪刀は、大蔵会と混合会の大日如来の印を結ぶ。口蜜イコール口で、真言、だらにを唱える。 五輪塔に神言を掘ることにより、死者が神言を唱える形になる。秘密イコール神を集中して、さまじの境地に入らせる。五輪塔は、方形イコール自輪が人が足を組む形、円形イコール水輪、三角形イコール下輪が印を結び、半月型イコール風輪が顔、宝珠型イコール空輪が頭と人が座禅をする形をとっている。これは、 大日経書秘密マンダラヒニ尊称仏帳、おさむゆが法棄儀の記述を図解したものと考えられる。五輪九字名秘密尺により、宗派を超え、幾重にも、上物の形を持つのが、五輪刀の構造や概念と言える。なお、この著がしばしば五輪刀の起源であるかのように、引用されるが、上に述べたようにこの著以前に、五輪刀は出現しており、 その普及に大いに寄与したと言えても、起源とするのは適切でない。新言衆においては、五輪塔が密教思想から出たところから容易にさせられるように、母刀として五輪塔を建てることは一般的である。浄土新宗では、五輪塔や、それを簡略化し薄い板で作った、外場は用いないとされる。浄土新宗では、専属用の競技概念がないためである。 浄土真宗の宗祖とされる神断は、平岩瀬場、鴨川に入れて、魚にあたうべしという言言したと伝えられているが、実際には、弟子たちにより埋葬され、簡素な墓石を東山、大谷に建てられた。その墓石の形状は、西本願寺蔵泉州寺蔵の五江殿には、笠戸馬型で、比叡山の横側にある原神の墓を模したものと考えられる。しかし、 高野山奥の院神乱墓所にある神来供養塔は五輪塔であり、しかも鎌倉木にしか見られない三角五輪塔である。江心に神乱の妻である江心にのものとされる墓も五輪塔である。江心には生前、江心に消息大発通に五十二層ラウ塔を作ったと記し、1956年に新潟県上越市板倉町米蔵にある。 ビクニボと呼ばれてきた五輪島がそれであると同定された。1963年に整備され、2005年にエシーンの里記念館建設に合わせて設備が一新された。自習の改祖一辺承認の母塔は五輪島で今も神戸市内に残る。五輪島の形が他の仏塔に影響を与えた例を挙げる。国崎島を例に挙げておく。国崎島は 本来宝刀であるが、時代を経る中で、五輪刀化した形態が見られるようになる。五輪刀化した宝刀は、全国的に存在するという。五輪刀の風輪、空輪の部分が、総輪に、水輪がありびに変われば、宝刀になる。ありがとうございます。